古着屋やリサイクルショップで洋服などを買ったことがありますかもしかしたら何かそこには怖いものが詰まっているかもしれませんね皆様こんばんは日本怖い話へようこそこの番組は日本の古今東西南北怖い話をご紹介いたします怖い話案内人の佐波優子です どうぞよろししくお願いしますえー、さて、えー、私は先日古道具屋でこんなものを買いました。はいえー、こけしちゃんですとっても可愛らしくって、えー、着物の柄が気に入ってしまって私は買ってしまったんですけれども、えー、こけしというとどうもこう温泉街の古い奥まったところのお土産屋さんに ひっっそり売っているなんとなく私はそんなイメージを持ってしまっておりましてこのこけしちゃんもどこかのひなびた温泉街で売られていたのかなぁなんていうそんな思いを持って買ったんですそして後ろを見てみるとここに「高島屋」と書いてありましたですので普通にデパートで売られていたこけしちゃんみたいです今日からアシスタントとして一緒にいてもらいますのでどうぞよろしくお願いします。 えー、というわけでこのこけしちゃんにもちょっと不思議なんのですけれども、えー、今日は古いい着物の怖い話です、えー、私も今あのこの着物をもっときれいに着るために着付け教室に通っているんですけれども着付け教室の先生から古い着物にまつわるちょっと怖い話を聞きました。えー、古い着物 着物というのはやっぱり皆さんこう振り袖だったり、えー、またはとても高い訪問着だったりそういった高い着物を手放すという時は何かとってもこう手放す悲しい思い出そんなものがあってその思いが着物に移ってしまうんだという話、えー、またそのその人の思いが。 着物のこの田元から入ってきてもう一本の田元から抜けないんだとだから着物のこの袖のあたりにはその前の持ち主の思いが積もって詰まっているんだよということをその着付け教室の先生から聞いて私はゾーッとしてしまったことがありました、えー、そんなわけで今回はその古い着物に関するさまざまな怖い話を集めてみました ではまずはこちらインターネットの怖い話のまとめサイトから拾ってまいりました「えー、古物商店」というタイトルの話を紹介しましょうこちら、えー、主人公は男性の20代の男性でしょうかその方が大学生だった時の怖い話の体験談をインターネットに投稿してくれています。ではご紹介しましまょう古物商店 俺が大学生だった10年くらい前の話なんだけど自称霊感の強い後輩大学の後輩でしょうか後輩森川と古いリサイクルショップへ行った時の話リサイクルショップといっても築30年は軽く立ってそうなボロボロの外観の骨董品屋といったイメージだ店の上の看板には貴金属 骨董品電化製品オーディオと手書きで書かれておりおそらく骨董品屋から何でも屋になったんだろうもともと森川の電子レンジを買うために出かけてきたのでちょっと覗いてみようと俺は店に入った俺は霊感なんて全く信じていなくて森川の自称ね能力者もう合コンで目立つための技みたいなもんなんだろうと内心バカにしていたが そんな俺でも店の中に入った瞬間違和感というかなんか嫌な予感がしたあの感覚はあの時初めて味わったものでうまく言葉で言い表せないでもその違和感の正体はすぐに分かったとにかく品物が乱雑に並べられ骨董と骨董の間にパソコンが置かれていたり古書が並んでいる間にブックレスト代わりに灰が置かれ皿が置かれていたり あまりにも規則性がなさすぎて気分が悪い店主の姿も見えない森川はまだ店先でぼーっと上の看板を見てやがる「おいあったぞ電子レンジ5000円!」って声かけたらやっと森川が店の中へ入ってきた森川が言う「やっぱり中古はやめとく」俺 まあそんな安くもねえしなあ5,000円その後すぐに森川がつぶやくそれに何かいるここ一瞬ドキッとしたがイライラしてきたいかにも出そうな店でお約束の霊感かよって思いながら「どこら辺におるの?」って聞くと森川は上を向く上俺も真上を見るが 薄暗い天井と蛍光灯しか見えない俺と森川は店の奥へ向かうと階段があった1階が意外に広いことにも気が付いた例の乱雑さで商品が並んでいる棚が3列置いてあった俺が階段を上ろうとした時森川が小声で「やばいもう見られてる」と言った こいつ俺を怖がらせて喜んでんじゃねえかと思いながら階段を上ったしかし一段目を上った時周りの空気が急にひんやりしているのに気が付いた階段を上るために何か嫌な予感がしてならない進むのがためらわれるやっと徐々に2階が見えてきた意外と明るい最後は足元に注意しながら一気に上った 2階の光景を見て愕然としたたり一枚ぜんぶ着物だそれも成人式や結婚式で着るような派手な配慮器だったずらーっと奥までかかしみたいに袖に棒を通されて立っているその時奥の着物が揺れたように見えてそちらに目を向けたその時はっ きり俺は見た明らかに敵意を持った目の女性の顔だった揺れた着物の後ろに女性がいる俺は急に息が苦しくなった吐き気がした後ろから階段で上がってきた森川が何か言ったが何を言ったのかわからない俺はそこで意識を失った 目が覚めると森川と店のおっさんが喋ってた喋ってる内容は分からなかっただが自分のいる場所は分かったまだ2階にいるもう着物の方は見れないまだパニック寸前になりながら逃げようとするがうまく立てず階段の前でこける森川とおっさんが支えてくれてやっと階段を降りる すぐに店の前まで来て排水溝に思いっきり吐いた苦しくて苦しくてこのまま気を失って死ぬんじゃないかと思った森川が背中をさすりながら「あの目を見ましたよね」と聞いてきてまた思い出して吐いた森川が「吐けるだけ入った方がいいっすよ」と言ってきたが俺は妙に「なるほど」と納得した 森川の言葉通りひとしきり吐くと楽になってきたあれが幽霊と俺は森川に聞いたそんなところですでも幽霊というよりは怨霊だと思います店主とも話したけどあの着物は全部中古だそうですもしかしてあの女は前の着物の持ち主かそうだと思いますこれはこれからは推論ですが と森川が説明してくれた晴れ着は成人の祝いや結婚式に親が娘に買ってくれる大事なものでやむにやまれる事情を抱えた女性が七入れする場合が多いことその晴れ着に対する未練や後ろめたい感情が集中する場所だったこと俺が見たあの敵丸出しの目は晴れ着を見に来る客を遠ざけようとする女性たちの目で 俺が店に入った時から見られていたらしいこと今もあの子は顔を思い出すと少し気分が悪くなりますという古物商店という話でしたあ,あ本当にこの人が言うように着物というのはいろんな人の思いが積もっているのかもしれませんねしかしこう一面に並んでいた着物がこうわっと並んでいるそしてその後ろに女性がこう覗いている 本当にこの着物に思いを持った女性の例だったのでしょうかとってもゾッとするお話でしたでは次は少し時代を変えてこちら落語に行ってみましょう落語江島屋騒動五代目古今帝神将という人の落語ですこれも古着にまつわるちょっといやとっても怖い話です では読んでいきましょう。えー、とっても実は長いのであらすじだけ、えー、紹介させていただきます。天保二年、千八百三十二年のことでした。深川佐賀町の倉岡玄安という医者がぽっくりに亡くなってしまいました。そこで残された妻のお松は娘のお里とともにお松の 郷里、えー、下総の大抜村に帰りましたある日お松のところに村の御右衛門がやってきました御右衛門が言うには名主の御右衛門のせがれ息子ですね源太郎が旦那寺の幸福寺の夜踊りでお里をみそめ嫁にもらってくれなければ死ぬと騒いでいるのだと言います 自分が仲人役を言いつかったのでどうしても承知してくれなければ困ると五右衛門に壊れ母親のお松は承諾しましたそして支度金50両を先方からもらうという条件で婚約が整いましたそのお金で婚礼衣装を整えるために母と娘は江戸へ出て芝日陰町の江島屋という大きな古着屋で 45両の二部で婚礼衣装を揃えましたそして旧暦10月3日いよいよ婚礼の日となりました花嫁のお里は年は17歳絶世の美人ですお里は馬に乗って山頂を離れた名主宅まで婚礼に行ったのですが途中に降り出した雨でずぶ濡れになってしまいましたさて 婚礼になり三三九度のお酒漬きも無事に済みましたそしてしきたり通り花嫁であるお里が招待客の給仕をすることになりましたそういうしきたりがあって花嫁さんがこういろいろその招待客の間を回ってお酒をついたりいろいろしていたんですね給仕をしている最中お客が偶然お里の婚礼衣装の裾を踏んでいてしまってお里は それを気づかず、すっと立ち上がると、着物はズタズタに切れてしまったのです。実は婚礼衣装はいかものと呼ばれる、まあ、このいい加減な作りのもので、布を糊付けしただけのものだったのです。着物というのは布を普通は縫って作るんですが、単に糊で貼っただけのずさんな作り方でした。 そのため雨に濡れてのりが溶け腰から舌が破れて落っこちてしまったのですお里は泣き崩れ五右衛門は恥をかかされたとカンカンに怒りましたそして婚約も破棄になってしまいました世をはかんだお里は花嫁衣装の半袖をちぎって木に結び神崎川の土手から身を投げましたお里の死骸も上がらなかったそうです かわいそうですねさて後日お里にいかものの着物を売りつけた江島屋の番頭の金兵衛が商用で下納に来ました金兵衛は夜になって道に迷い雪も降ってきましたふと見ると田んぼの真ん中に明かりが見えますこれは地獄に仏金兵衛は宿を頼みました「お入りなさい」 と声をかけたのは六十七八の白髪まじりの髪を大泥に振り乱した老婆です老婆は目が不自由のようでしたサムゾランにボロボロの合わせ一枚しか着ていないから老婆のあばらこもねの一枚一枚まで数えられます金兵衛はゾッとしました老婆は金兵衛に疲れているだろうから次のまでおやすみと言います 金兵衛がうとうとしているうちになんだかきな臭い匂いが漂ってきました金兵衛が障子の穴から覗くとなんとおばあさんが悠然着物の切れ端を裂いて移動い,いろりに比べ土間に向かって五神釘をガチーンガチンと打ち込んでいるのです老婆は呆然としている金兵衛に気づきましたそして自分は あのいかものの着物を売りつけられた娘の母親お松だというのです江島屋のいかものの着物のせいで娘が自害した恨みを持ったお松は娘のお里の形見の着物の袖をちぎりいろりにくべていましたそして中に「目」という字を書きそれをついて着物の重量章に五寸木々を打って江島屋を呪いつぶすと すさまじい行走で睨んだのです金兵衛はびっくり方法の手で逃げ去りました金兵衛がやっと江戸へ帰るとおかみさんがそっちゅうで急死その上小僧が2階から落ちて死に二度の弔いを出すという不運続きとなります春より金兵衛が主人に呼ばれて蔵に入ると 髪を島田に打った娘がスーッと立っているではないですか体はぐっしょりと濡れ腰から下がない金兵衛はうわっと叫びました慌てた金兵衛は店の主人に老婆お松つとのことを話しましたその老婆がこう目をかきましてこっちにある片袖を裂いて「おれ!」 えーしまやーと言って目の字をつくんですするとどうしたことか本当に主人が目が見えないと目を押さえてうずくまってしまいました金兵衛が見ると植え込みの間からあの老婆が縁側にひょいっと上がってきたのですうわー こうしたことが元でその後江島屋は潰れてしまったそうですそうした江島屋が「こういかもの」と呼ばれるいいかげんな作りの着物を売ったことで怒ってしまった悲劇そんな落語のお話でしたというわけで皆さんも、えー、古着そしてリサイクルショップなどで着物や洋服を買う時は少しご用心くださいで,では最後にこの話の出展です えー、こんな感じです興味がある方はぜひご覧くださいそれでは最後に皆様にお願いです、えー、皆様の体験した怖い話や心霊写真を募集していますご応募いただいた写真やお話は番組の中で紹介させていただきますたくさんのご応募お待ちしていますそれではまた次回も日本怖い話でお会いしましょうさようなら